はい、ピレボールどうもや球人です。巨人またまた入れ替えへということでございまして、はい、今日ですね巨人オープン戦というところが行われておりましたが、まあ、球場はね鹿児島の方の地方球場でございました。まあまあそういうところもあって行くメンバーっていうのもね割と限られてはいたんですが、まあそういう中で、まあ、明日からペイペイドーム2連戦ということになっております。まあ九州内ではあるんですが、やっぱまあ福岡に移動するっていうところでまた選手をね入れ替えっていうのがありました。まあ一軍に参加制っていうところもありまして、まあ例年以上に激しい入れ替えとなっておりますが、まあその中でもね誰が合流するのか、まあ誰がね2軍に行くのかっていうところしっかりとお話していきたいと思います。まずは記事から見ていきましょう。はい、巨人が選手の入れ替えを発表。巨人の梶谷隆之外野手、重信慎之介外野手が13日のソフトバンク戦で2軍から1軍に参加することが決まった。12日のソフトバンク戦に参加せず残留して調整した坂本内野手も福岡入りして、13日のソフトバンク戦から再合流。日本ハムから若林とのトレードで加入した郡も13日のソフトバンク戦から1軍に合流する。また秋色内野手、岩佐内野手、中田内野手は出場系を作るために13日からは1軍から2軍に参加の形となり、ジャイアンツ球場で行われる教育リーグに出場予定。阿部監督から阿藤直江は先頭打者にフォアボールを出したからリターンと、この日2軍から1軍参加の形でソフトバンク戦に登板した。直については再び2軍に合流させる方針を示した。チームはビジター8試合の長期遠征中、阿部監督は小学校学や入れ替えではなく1軍2軍の参加生としてファームの選手にチャンスを与え、1軍首脳陣が見極める場を作っているということになっております。はい、ということでまあね1軍参加生というところでございますが、まあ梶谷選手と重信選手が2軍から1軍に参加ということになっております。まあ前回はね直江選手と小林選手というところではあったんですが、まあ今回はこの2人で、さらにまあ坂本選手もね遠征っていうところもあったんで帯同はしていなかったんですが、まあ福岡にね移るっていうところもあって再合流ということになっております。でさらに昨日ねトレードで加入した郡選手、彼もですね明日から1軍に合流するということになっております。まあまあなんで計ね4選手が1軍に合流すると。でまあ郡選手はね昨日お話しいたしましたし、まあまあ坂本選手に関してはもともとね1軍にいてまた合流するだけっていうところではあるんで、まあ今回は2軍からね参加してくる2人の選手についてしっかりと見ていきましょう。はい、では見ていきます。梶谷隆之選手、プロ18年目、出身地は島根、1998年8月28日生まれ、35歳、180cm88kg、ポジションは外野、右投げ左打ちの選手でございます。2006年高校生ドラフト3位指名の選手、今シーズン年俸は2億円、今季が4年契約4年目ということになっております。 DeNA 時代はショートとしてなかなか活躍できずくすぶっておりましたが、外野手転向後にレギュラーを掴んで長年 DeNA の主軸を務めると、20年オフに FA 権を行使、4年総額8億円で巨人に移籍します。1年目の前半は活躍を見せますが、後半戦は怪我で離脱、60試合の出場にとどまると2年目も膝の怪我で離脱し、5月に手術を受け1軍昇なしに終わり、オフに育成契約に。それでも昨年に試合が復帰を果たし、今季が契約最終年のシーズンとなっているということでございます。はい、この梶谷選手、まあ DeNA からね FA で加入してきていた選手でございます。まあでもねちょっと怪我とかもあって複数年契約でありながら異例の育成落ち、まあそれでいろいろこう話題にもなっておりましたが、まあ去年しっかり戻ってきていて、今季が契約最終年で、通算で見ていくと1058試合で2割7分、4068打数の977安打、125ホーマー、オーベスが 0.785 と、はい、まあ通算で見るとねやっぱ優秀な選手でございます。で去年に関してはですね、育成から復帰して102試合で2割7分5厘、265打数の73安打、2ホーマー、オーベス 0.655 という成績になっております。はい、まあ去年は復帰してね100試合以上に出ておりました。まあ打率もそこそこではありましたが、長打がねちょっと減っていたっていうところもあって、オーベスはそれほど伸びていないということになっております。でそして3年目の今シーズンですね、キャンプ2軍スタート、教育リーグでは3試合で0割2分0厘、2打数ノーヒット、まあただフォアボールをね4つ選んでおりまして、オーベス 0.667 と、まあちょっとね教育リーグが雨でなかなか消化できていないっていうところもあったんで、まああまりね打席にも立っていないと。でそんな彼でございますが、まあまあ契約更新に向け間違いなく勝負の年にはなってきます。まあ4年契約4年目、ここでまあやっぱ結果を出さなければ戦力外っていうのもね大いにあると思います。まあ実際ね彼と同じタイミングで入ってきた伊能選手に関しては2年契約が終わった時点で戦力外でありましたから、まあ彼もね全然可能性はあります。まあまあなんでそうならないためにも、まあまあこう代打でもいいんでしっかりと1軍に必要というところをねアピールしなければなりません。まあまあそういうところもあって例年以上に気合も入ってるかなというふうには思いますんで、まあ期待ですよね。で続いて見ていきましょう。はい、でもう一人上がってくるのが重信慎之介選手、プロ9年目、出身地は千葉、1993年4月17日生まれ、30歳、
173cm、74kg、ポジションは外野、右投げ左打ちの選手でございます。2015年ドラフト2位指名、今季の年俸は3300万円、1年目は開幕1軍を使うも、25試合のみの不出場にとどまっておりましたが、2年目は守備走塁を評価され、74試合に不出場、3年目は185打席ながら、打率2割8分1厘と好成績をマークすると、4年目の2019年は自己最多の106試合に不出場と、サブ的な役割ではありますが、徐々に存在感を示していきました。しかし、2020年以降は出番が減少すると、昨年は打率1割5分7厘と打撃不振で、主に守備固めやダイソー中心の起用となり、今シーズンは2軍キャンプスタートとなっていたと。はい、この重信選手、まあドラフト上位で入ってきておりまして、まあ今年で9年目。通算で見ていきますと、542試合で2割3分3厘、804打数の187安打7ホーマー、63盗塁で OPS 0.608という成績になっております。まあこうね、レギュラーを掴んでいるわけではないんですが、最低限くらいは打てて、まあ足も早くね、盗塁できて、で守備も外野どのポジションも守れるっていうところもあったんで、まあ割とこう一軍で重宝されていた外野手でございます。で去年はね、67試合で1割5分7厘、51打数の8安打0ホーマー、10盗塁 OPS 0.389 と、まあ去年に関してはね、もう打撃では全然打てていなかったんですが、まあそれでも67試合に出ておりまして、まあ盗塁もね2桁決めております。まあ例年以上にね、ダイソーとか守備固め中心の起用ではあったんですが、まあそういう中で一軍に居場所っていうのはあったんですよね。で今年はね、キャンプ2軍スタートで、教育リーグでは3試合で5打数のノーヒットと、まだこうヒットっていうのは出ておりません。でそういう中で一軍に上がってきたっていうところであるんですが、まあまあやっぱね、こう守備走塁枠っていうところを若手とね争うという立場でございます。まあやっぱね、今年センター争いっていうところが非常に激化しておりますが、まあ若手選手のアピールっていうのもねついております。でそういった中で、こう守備走塁枠っていうのもね、こう若手中心になっていく可能性もあります。まあなんで彼はね、そこと勝負しなければいけない立場、彼も立場的に結構危ないところかなっていうふうには思いますんで、まあまあやはりね、そのあたりはこう意地をね見せてほしいなというところはありますよね。はい、というわけで以上ね、2人の選手が1軍に参加という形になります。一方ね、2軍に合流する選手っていうところもね、さらっと見ていきましょう。はい、2軍合流っていうところでお話していきましょう。まあ、まずね、野手3人がね2軍に合流いたします。まずは秋広選手で、湯浅選手で、中田選手、まあまあこのね内野3人が2軍に合流するということになっております。で秋広に関してはね、オープン戦の成績、打率が1割2分5厘、16打数の2安打0ホーマー、 OPS 0.410、まあ、なかなかねちょっと苦しんでおりました。湯浅選手も1割2分5厘、8打数の1安打0ホーマー、 OPS 0.250で、中田選手もオープン戦は打率2割5打数1安打 OPS 0.400と、まあ、チャンスは少なかったっていうのもあるんですが、まあ、3人ともあまり結果を残していなかったということになっております。でまあ一応ね、教育リーグに出て出場機会の確保のため2軍とね説明はあるんですが、まあまあただやっぱ割と厳しい立場の可能性も高いですよね。まあまあやっぱね、秋広選手に関しては、まあまあ海山選手とか重信選手が上に上がってきて、で他の選手のアピールも続いている。まあまあそういった中で2軍でね結果出さなければ、まあまあ普通にそのまま上がってこない可能性もある。で湯浅長田に関してもね、郡選手が上に上がってきたっていうところもありますし、ユーティリティとしての立場っていうのは若干危うい。まあショートをね守れる選手が少ないんで、まあどっちかはですね上に置いときたいなっていうところは多分あるとは思うんですが、まあまあでも2人ともね多分上にってことはないとは思うんですよね。まあまあなんでやっぱ教育リーグの出来次第では上にね戻れない可能性もあるのかなっていうふうに思いますんで、まあちょっとこの辺は、まあ、出番を確保っていうね名目ではあるんですが、まあしっかりとね結果を出しておきたいなっていうところはありますよね。でピッチャーで1人2軍に行く選手が直江選手でございます。まあ今日ね上がってきたんですが、まあ彼の場合は結果が出ずシンプルに2軍に返されたということになっております。まあね、実際内容もよくはありませんでしたから、まあ同様にね上がってきた横川選手はしっかりとまだ帯同しておりまして、今日もね結果出しておりましたから、まあまあそこと比べてしまうとどうしてもね厳しいなっていうところはあったんで、まあ1軍参加制っていうところでチャンスはもらったんですが、まあ当然ね結果残せなかったら、まあ、すぐに2軍というところではございます。まあこの辺は本当ね仕方ない部分かなというふうには思いますんで、まあまたね結果出して上がってきてほしいなというところでございます。はい、というわけでまあ以上ね4選手が2軍に合流というところでございますんで、まあかなり早いスパンで入れ替えっていうのが行われております。まあ多分ねあとまあ2試合やって1日空きますんで、またこう北海道での入れ替えっていうのもねあるのかなというふうに思います。まあ上がってくる選手何人かね思い浮かぶとこはあるんですが、まあその際またね誰が2軍に行くのかっていうところも注目ではありますよね。はい、というわけで今日は以上です。最後ねネットでの反応を見て終わりましょう。はい、ではネットでの反応です、見ていきましょう。梶谷は代打で絶対必要だから開幕1軍になりそうだけど、重信はどうなるかね、ダイソーの切り札はいてほしい、去年活躍してくれたけど
枠に余裕あるのかということで、で、まあ、今回に上がってくる2人、梶谷、重信、まあ、あと郡、坂本が合流するんですが、まあまあでもやっぱ注目はこの2人、まあどちらも立場的にね、結果が欲しいというところではあります。まあまあやっぱね、レギュラーで言うとセンターは若手っていうところはありますし、まあまあライトは秋色丸、長野もいます。で、ライトに関してもね、小戸川が状態は上がっておりませんが、まあとりあえずいますので、入ってくる余地っていうのはね、そこまでないんですよね。まあまあなんで、今の段階から結果っていうのもね、残しておきたいところ。まあでもね、梶谷選手に関しては打力っていうのはまだ期待できますし、スタメンはね、ちょっと厳しくても、まあ代打とかそういったところでの期待はできます。で、まあ重信選手に関してはやっぱ守備走塁っていうところ、そこでね、活躍できる余地があるかっていうのは一つポイントですよね。まあ年齢的にももう30代っていうところはありますし、まあそろそろその辺も衰えてくるっていうのはあります。まあ彼を使うようであれば、まあ若手の方がね、足も速い選手多いよねというところになってしまうとね、なかなか出ていくのは厳しくはなってくるとは思うんですが、まあまあその衰えてくる部分をいかにこう技術で補えるかっていうところはありますし、まあ去年しっかりね、そういう役割でハマってくれてはいたので、まあまあ今年もそういったところで力になれるように頑張っていただきたいんですが、まあまあ2人ともね、やはりこう勝負の年にはなりそうなんで、ちょっとまあオープン戦でどういう活躍をするかっていうのを注目ではありますよね。で、一方こちら見ていきましょう。秋色は少し心配だし、2軍で打席与えるのはいいと思う。しっかり調整して開幕1軍に間に合ってくれればということで、はい、そうですね。まあね、今回2軍に行くメンツで言うと、秋色、湯浅、中田、直江の4人でございます。まあ野手の3人に関してはね、教育リーグに出てこう打席よっていうところではあるんですが、まあまあでもそれにしても秋色選手がね、ちょっと若干心配ではありますし、明らかに打球が上がっていないんですよね。まあ台湾で打ってはいたんですが、まあその打球もね、やっぱゴロ中心ではありましたし、なかなかこうフライが上がらない状況。まあ秋色選手もいろんなことをね、いろんな方から指摘されて、まあちょっとこんがらがっているっていう可能性もありますし、まあちょっとね、1軍から離れて、まあまあじっくり2軍で調整するっていうのも必要なのかなというふうに思います。まあまあそういう中で今回ね、こういう機会っていうのは、まあ、ちょうど良かったのかなっていうふうに思いますし、まあそこでしっかりフォーム固めて状態上げてきて、まあまあ開幕1軍にね、無事間に合ってくれればなというふうに思います。まあただそこでもね、なかなか結果出なければ無理に、正直まあ1軍で使う必要もないかなというふうに思いますし、まあ丸選手もいますしね、まあ絶対彼がハマってくれないとっていうところではないので、まあもし状態が上がらなければ、まあまあじっくりね、2軍で調整して、まあ去年もね、2軍で結果残してから1軍に来て状態良かったわけでございますから、まあやっぱ今年もね、そんな感じでいいんじゃないかなというふうに思います。まあなんでね、その辺に関しては、首脳陣の上げるタイミングとか、まあもしね、状態が上がらなかった場合、どうするのかっていうところも含めて、まあちょっとね、今後の起用っていうところ、注目でございますが、はい。というわけで今日は以上です。よければ、チャンネル登録、コメント、高評価などいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。